チャンネル8でお送りするこのクリエイティブナイトは、僕たちが毎月さまざまなジャンルのクリエイターの方をお呼びして、8ブランディングデザインで開催するトークセミナーです。今回はその進化版となるみんなでクリエイティブナイトをお届けします。こちらはデザイン情報サイト JDN さんと共同開催となっておりまして、毎回ですね、〇〇とデザインという形で、テーマを変えていきながら、クリエイターさん2人をゲストにお迎えして、デザインの役割や価値についてみんなで考えていこうというイベントになります。記念すべき第1回目のゲストは建築家の谷尻誠さんと日本仕事百科の中村健太さん。テーマは場作りとデザインになります。それではどうぞ。今回はですね、JDN さんとの共催で開催させてもらいまして、お題を1個決めようと、何々とデザインみたいな感じでテーマを設定させていただいて、テーマに合わせて、ゲストといろんな意見交換をしていくという、そういうような内容になっています。で、最後には懇親会という形で、場も設けさせてもらうので、みんなで、デザインのこと、クリエイティブのことを考えていこうじゃないかっていう、そういうような楽しいビールを飲む会にしたいと思いますんで、おかわりも全然ありますんでね、ぜひ飲みながら語っていこうかなというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございます。そして今日、今お話にありました通り、このイベントが JDN さん共催ということで、今日は、編集長の瀬尾明さんにお越しいただいております。最初、記念すべき第1回ということでご挨拶をお願いいたします。はい、改めてこんばんは、JDN の瀬尾と申します。今もう西澤さんから説明があった通りって感じなんですけども、クリエイティブナイトなんでやってんですかっていうところからまず結構興味があって、そうした時にやっぱりこうデザインってことを考えていく場なんだなと思って、じゃあ場ってなんだろうねっていうようなところから今回のテーマ設定が始まりました。で、そうした時にもう、じゃあ場って言ったら誰だろうって話になった時、もう中村さんと谷尻さんはもう即その場で決まったみたいな感じでしたね。っていう感じなんで、それぞれ の方同士のこれまで交流とかはあると思うし、ですが今回こうやって3人集まるっていうのは初めてだと思うんで、なかなか貴重な場になると、手前味噌ながら思っています。で、これは今後、先ほど申し上げましたように1ヶ月後ぐらいにレポートみたいな形で JDN で掲載しますので、そちらもご覧になっていただければ幸いです。じゃあ、僕があんまダラダラ話すと野暮になるんで、ここからは西田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではぼちぼち始めていきますか。はい、お願いいたします。はい、では第一部そろそろ始めていきたいと思うんですけども、今日申し込んでいただいた方は、先ほどもちょっと挙手いただきましたけども、クリエイティブナイト初めてだよという方いらっしゃったら手を挙げていただければ。お、やっぱりだいぶ新しい、結構ね、固定客の方がいらっしゃって、普段のクリエイティブナイト半分ぐらいは何回か来てくださった方が多いです。今日は初めての方が多いということで、まずはですね、ゲスト、場とデザインの話に行く前に、ちょっとそれぞれのスタンスをちょっとお話しした方がいいかなと思いますので、どうします、順番は健太さんから行こうかな。今来たばっかりやからね、谷井さんは。初めにゲストをお二方にちょっと自己紹介がてら、あと今日の場のトークにつながるような活動をされておりますので、そのお話をちょっと15分の、合計30分ぐらい初め自己紹介のトークをしていただいてから、本ちゃんに入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では最初、じゃあ健太さんからよろしくお願いします。はい、こんばんは、中村健太です。よろしくお願いします。僕はですね、日本仕事百科って求人サイトやっていて、あとはいろんな、実際にリトル東京という場所を運営したり、いろいろやっておるんですけれども、最初にクイズです。今から人を映すんですけど、誰でしょうというのを当ててください。これは、これですね、これです。この人誰でしょう、わかります？じゃあどういう職業の方かわかりますか？一応ヒントは背景にあります。ですね、
この人はバーテンダーなんです。井山圭一さんという93歳で今でも週5日毎日カウンターに立っているバーテンダー、もともと雪国という世界的に有名なカクテルを作られた、山形の坂田で今も、バーをやってらっしゃる方なんですね。でこれが、まあ、この春公開された映画で雪国という映画公開されたんですけど、その、まあ、井山圭一さんを表してですね、切り絵作家でありバー評論家の成田一徹さんはバーは人なりというふうにおっしゃってます。でやっぱり僕もですね、その坂田に行ってみるとですね、なんかお酒飲まないのにいる人とかですね、まあ、映画の中でもそういう人出てくるんですけど、中でも通ってる人とかがいて、まあ、なんでじゃあ通ってるのかなっていうのを突き詰めると、やっぱり井山さんに会いに行ってるっていうことが大きいんじゃないかなっていうのを感じるんです、うん、で僕自身もですね、多分ずっと場所は人なりっていうことをやってきました。で、まあ、なんでこう、まあ、その中で求人サイトを始めた経緯をちょっと簡単に説明するとですね、もともと僕はもうこれいつも話す内容なんですけど、親が転勤族で、地元がありません。地元があるかない方いらっしゃいます？あ、いた。同じ引っ越しばっかりしてた。なんかそういうふうに引っ越しばっかりしてると、まあ、確かに出生地も実家もあるんだけど地元がどこだかよくわからないみたいな感じで、それで自分の居場所が欲しいなと思って最初は建築を学びます。で建築をまあ学んでいったんですけども、まあちょうど今日3人建築、まあ最初勉強してたっていうのは共通点なんですけど、建築の授業ってだんだん制約が厳しくなっていくんですよね。敷地が自由だったりとか何建ててもいいのかったりのがもう具体的になっていくっていうのがあって、で僕多分そういう具体的に決めるところも含めてやりたいなって思いがあってモヤモヤしていったんですね。それでもっと川上に行きたいと思っていろんな人に相談したら、まあこの会社がいいっていう会社に社会人になって入社しました。でそこはいわゆるこう規制、金融規制緩和が広がって、いわゆる日本に外資がやってきて不良債権を処理しだしたんですね。その時にまあ、お金は出すけど日本のまあ召喚集というか不動産わからないっていう、まあ会社が多かったんで、その人たちの代わりに、いろいろやっている会社がだったんです。例えば某都市銀行のいわゆる飛ばしという不良債権が集められた会社に潜入して、その会社の社員にバレないようにその物件、その不動産のね、会社の保有不動産をデューデリジェンスって言ってこう調べて評価するとか、あとはなんか再開発して商業施設を開発したりとか、まあそういうことをやってて、エキサイティングだったんですね。ドラマのハゲタカみたいなあんな感じだったんですよ。でだけどまあなんかこれはこれでエキサイティングだけどなんか違うなと思ってモヤモヤして、バーに週6日通うようになります。で週1日休館日じゃなくて定休日でしたなので毎晩行っておりました。で彼はですねベッキーというバーテンダーで、今もともと中目黒にあったんですけど、まあ、独立してですね、今大井町の糸魚川の裏で、バーネクストドアというダサい名前のバーを始めてますでなんでならですね、彼扉の戸と次って書いてベッキー君っていうんです。大分には多い名字なんですね。でそれで、まあ、ベッキーって言われてるんですけど、うん、まあ、ネクストドアってことなんです ね、はい、ね、扉の戸次なんで、なるほど、ね、だからあ名前だったんだ、じゃあしょうがないなっていうことになりましたもし大井町の方はぜひ行ってみてください。で、まあ、ここで、まあ、週6日も通ってる時に、あれ自分が週6日も通ってる場所っていうのは自分にとってはとてもいい場所なんじゃないかってこう思ったんですね。でいい場所、まあ、自分の居場所を作りたい、いい場所とは何かってずっとこう考えた時に、じゃあここに通う理由を突き詰めればいい場所の定義は自分なりには出てくるんじゃないかと思ったんです。で食事やお酒も美味しいな、内装も居心地がいいな、なんだろうなってこう考えてた時に、あ人だと、バーテンダーのベッキーとか常連さんに会いに行ってるのが一番の目的なんじゃないかと思ってですね、それで、まあ、その場所に会った人がいると
その人は生き生きとするし、生き生きとしている、まあ、人がいる場所はですね、まあ、行きたくなるし、いい場所になるっていう、まあ、いい循環が生まれてくるので、まあ、人と場所をちゃんとこうすれ違いなく結びつければよりこう生き生きとする人が増えていくじゃないかというふうに思ってですね、それで求人サイトっていうのを始めました、うん、で本当にちょうど昨日11周年、おめでとうございます。ありがとうございます。もうあっという間の11年でしたけど、なんかこう、まあ、いろんな仕事を訪ねてですね、僕らめっちゃお世話になってるんですよ。そうです、ね、僕らの求人もだし、僕らのクライアントの求人もすごい見ていただいてます、はい、もうトップ営業マンですめっちゃ宣伝してる、ね、はい、本当にそうですね、もう本当にトップ営業マンが何人かいてですね、はい、西澤さんもそうだし、あと鶴本さんとか、あとは、木村ガラスの木村さんとか、まあ、なんかそういういろんな、ドラフトの、宮田さんとか、うん、まあ、なんかいろんな人がこういろんなところでおすすめしていただけるので、うん、ありがたいんですけれども、まあ、こういう感じで求人をさせていただいてます。で、こんな求人なんですけど、時間がないんでちょっと駆け足で、まあ、こういう、アッシュコンセプトさんとかですね、うん、これはアドレスっていう、いろんな月4万円でどこでも住めるサービスとか、それの募集とかですね、あと投稿キッチンさんというのは、まあ、そこの不動産の会社さんなんですけど、まあ、その管理物件の契約をした人だけがもらえる鍵で入れるレストラン、100円でランチ、朝ごはん食べたりとか、そういうことができる、まあ、会社さんですとか、あとはシュローさんというところでは、この缶のですね、職人さんが急に亡くなられちゃって、さて困ったもんだ、でも北欧とか世界中で売れてるので、さてどうしようって言って、その後継者を募集させていただいたりとか、あと東京バイクさんとかもですね、よく募集させていただいてますし、木村ガラスさんとかですね、あとこれチュラー星さんっていう、今結構飛騨高山の北の古川のあたりに海外の人もどんどんこういういわゆる普通の里山の風景が広がってて、そこでこういうサイクリングのガイドのやってる会社さんとかですね、まあ、ドラフトのやってるディーブロスとかですね、あとデザイナートっていうねイベント、まあ今日一昨年ぐらいからね毎年やってますけど、あとはこういう手作りゴム風船、ゴム風船ってまあ基本手作りなんてもうないんですよ、特に日本でゴム風船自体があんま作られてないんですけど、それを作ってる会社さんですとか、まあなんかいろんな募集をしてます。でやっぱりそこにいる人が大切だなと思いつつ、なんかもっとですね、そこからこう派生してなんか魅力的な場所っていうのはまたもう一歩もう一段階広がりがあるんじゃないかなと思ってですね、それがですね、なんかこう6次元という本屋で気づいたんですよ。これが中村邦夫さんっていう荻窪にある本屋さんなんですね。ここは一言で言うとどんな本屋さんかというと、ノーベル文学賞の発表の時に海外のメディアが集まる場所なんです。ただそれはまあつまり村上春樹さんが今年は受賞するんじゃないかっていうところで人が集まるんですけど、全然村上春樹さんと縁とゆかりもないんです。なのに海外のメディアが集まる、なんでこんなにここは人がどんどん集まってくる場所になったのかっていうのをですね、こう中村邦夫さんに聞いてみたら、最初はですね、まあ、こういうこと言って、最初はこういうのは人気が出るだろうと思って、外国の珍しいビールとか韓国からザリガニのスープを取り寄せたりしてメニューを出したんです。でもそういう目は全然人気がなくて、なんかちょっともともとテレビディレクターだったんで、なんかすごい珍しいビールとかいっぱい集めたら誰も頼まない、うん、したらですね、なんかマスターコーヒーとか言われるんですっていやコーヒー普通じゃんと思って、しぶしぶコーヒーを出すようにしたらもうすぐコーヒー飛ぶように売れ出すとか、で、さらになんかこうある女の子はですね、うん、ここでカレー作りたいって言って、カレー普通じゃんと思って、うん、でもしぶしぶカレーを作ってもらったらすぐ飛ぶように売れ出す、なんだろうこれは、なんかみんなの意見を集約していった方が面白いんじゃないかって思ってた時に、読書会っていうのが始まったんですよ。読書会やりたいです。そしたら、まあ、ちょっと言いますけどね、読書会は衝撃だったんです。これも初めは頼まれたんですよ。読書会やりたいですって言われてよくわからなかったんですけど、でもそしたらですね、読書会がどん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 人が集まって、自分もこういう読書会やりたいやりたいって、それをどん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 叶えていったら人が集まってきて、で、村上春樹ストの人たちが集まってきてメディアが来たと、なんかそういうことなんですよね、うん、でなんかまあやっぱりいい場所っていうのはまず始める人がいる、そこに中心になる始める人がいて、で人が集まってくるんですよ。で ここまでだとまあなんかこうも
ここからさらに広がってくる場所っていうのはですね、まず参加者同士がつながるというのがすごい大切です、うん。6次元でもイベントが終わった後になんとなしに1時間その場を開放してるんですって。そうすると勝手に知り合い同士が増えていくと、うん。まあ、例えばカウンターに並んでる人が全員知り合いじゃないバーと、なんとなく適度につながっているバーが2件あったとしたら、どっちがまあうまくいくと思います？おそらく後者だと思うんです。なんとなく知り合いが増えていくとまた会えるし、だから6次元も結果としてなんかこうどんどんそこを通して知り合いが増えたんで、また来たいと思うような人が増えたと。だから今回のクリエイティブナイトが1時間の懇親会を始めるのは、うん、まあ正解なんです。やったそう、もうね、ずっとクリエイティブナイト の本体の方のクリエイティブナイトはあのセミナーやって終わっちゃうって、セミナーめっちゃ長いんですけど、今回2時間たっぷりやるんですけども、今回はそのアンケートの中でも特に多かった懇親会で何が起こるかなとは思ってますね、うん。はい、そうですね。でさらにその次の段階がその参加者がそこで何かを始めるっていう、ここまでいくとですね、結局また新しいあの中心が生まれて、それにまた人が集まってくる。そうするとすごい面白いことがどん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 集まってくる場所なんです。だからまずもちろん大切な人が、誰か始める人がいて集まってきて、でその集まってきた人をつなげて、で集まってきた人が何かをまた始めやすいような環境を整えるということが連鎖的に始まっていく場所というのがなんか魅力的なんじゃないかなと思ってます。でちょっと最後にですね、そういうことをまあ意図して始めたのがポップコーンというまあサービスなんですけど、これはあの誰もが自分の映画館を作れる仕組みなんですね。でもともと自主上映会というのはあのいろいろこう全国で行われてたんですけど、結構課題があったんですよ。それは権利関係が複雑で初期費用が結構高い、1回10万円かかっちゃう。でそれを僕らはですね、登録映画は自由に上映か、もう権利関係は全てクリアにしました。でさらに参加者数に応じて費用が発生するというような仕組みにしたので、簡単に自主上映会が開催できると。でかつ映画館と違うところはやっぱりあの自然と会話が生まれやすいんですよね、うん。映画館でなんか皆さんもあのすごい感動した映画があってありますよね、うん。でなんか誰かにこの思いをすぐ伝えたいと思う時ありません？でも隣の人にちょっとこの映画ってどうでしたかってこう明るくなった後に、僕こう思うんですけど急に語り出すとちょっと危険な人になっちゃうじゃないですか。だけど比較的自主上映会はなんかそういうことが自然に起きるんですよね。あのなんかこうポップコーンの感想の一つにですね、家で一人で見るのでも映画館でもない体験だった。一人で見るときは自分しかいないし、映画館で見るときは人の存在を消すことが強制されているように感じる。ポップコーンはまず人があって、その空気の中で一緒に見るもの、人の存在を感じられる場だと思うというふうにおっしゃっていただきました。まあなんかこういう場所なのかなと思ってですね、なんかポップコーンは結構そのどん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 じわじわ広がってるっていう今状況です。うん、はい、という感じでいいですか、ね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。じゃあ続いて谷尻さんにも自己紹介をしていただきたいなと思うんですけども、谷さん今日セミナー2本目なんですよね、はい、はしごではじめましての方もいると思うので、あ、変えましょうか、はい、あ、大丈夫です、はい。一応自己紹介、まあ、サポーズデザインオフィスという設計事務所やってまして、最近は建築家起業家っていうことにしてます。起業家が増えてるんですね、はい、うん。でまあ、なんとなく B 型虎年っていうとみんなに嫌われそうなんですけど、割とあの協調性が あるので、どっちなんだって話なんですけど、ひねくれてんだけど人好きっていうあの難しい性格ですね。でなんかとにかく僕何やってるかっていうと、なんか混ぜてるんだなと思って、自分がやってることは、うん、なんかこういうなんか昔の家ってなんか玄関先がお店で、商いやってるのか家事やってるのか子育てしてるのかなんかよくわからない場所があったんですけど、うん、今の時代っていうのはなんかこう全部仕事は仕事、うん、生活は生活ってなってるんですけど、
僕は結構昔の方がいいなと思ってて、昔にどうやったら戻るんだろうってことを、まあ未来に向かうと同時に昔のことも考えたいなって思ってます。で混ぜるっていうとこういう風景も個人のものとパブリックのものが、まあ混ざってるなと思って、日本人って白黒はっきりつけるの大好きなんですけど、僕はなんかグレーゾーンが大好きで、混ざっててどっちとも定義できないような場所とか、そういうことがすごくまあ好きだなと思ってます。でなんか尾道の U2 っていうプロジェクトをやらせてもらった時に、建築家って本来なんかやることが決まってからこれ作ってくださいって頼まれるんですけど、このプロジェクトって事業プロポーザルだったので、ここで何やったらいいか考えないといけなかったですね。で僕もともと独立した理由って、前の事務所がお給料もらえなくなって、で25歳だったんですけど、あ26か、で1年間ダウンヒルのレースに行こうと、で僕ずっと自転車のレースやってたんで、で1年間は自由になろうと思って。これ谷地さん、あこれ僕の友達ですけどめっちゃ飛んでるな、ちょっとすごそうですよ。でもこうやって飛んだりしてたんですよ。でだったんですけど、なんか仕事がだんだん忙しくなっちゃって、レースに行けなくなったんですね。だから自由になりたいと思って独立したら、まあ、結果不自由になったんです。でたまたまこの尾道の町ってしまなみ海道があって、こうサイクリストがたくさんやってきて、で、まあ、こういう町並みなんですね。山と海に挟まれた場所に、まあ、坂道に建物がたくさん建っているところに、まあ、こういう海運の物流倉庫があって、まあ、これをどうこう回収するかみたいなことを、まあ、回収するかと中で何やるかってことを、まあ、県に出すプロジェクトで、僕らは尾道調べたら、いろいろ調べて分かったのは日帰り観光の町だったんですね。で日帰り観光の町って結構耳慣れた言葉なんですけど、まあさすがにあの僕のこの性格の悪さが手伝って、つまり誰も泊まらない町なんだなと、そんな誰も泊まらない町で観光がどんどん醸成するとは思えないなと思ったので、やっぱり日本人ってこう来場者数をカウントするの大好きなんですよね。よく何万人来場しましたって言って、2秒で帰った人もカウントしてしまうような社会のニュースなんで、そうじゃなくて来泊数で町を測った方がいいんじゃないかなと思って、でこのプロジェクトではホテルと、まあ商業施設と、そういったものが一緒になった場所を作ろうということをコンセプトに、サイクルってことをテーマに、古くなった倉庫を再生するサイクルと自転車のサイクル、それからこの山と海の間にある自然環境を感じるようなサイクルっていう、この3サイクルテーマにやりましょうっていうプロポーザル出して、まあ、勝ったんですね。でもこれって自転車僕ずっと乗ってて、さっき健太さんも言ったように同じ目的持ってる人って仲良くなりやすいんで、この辺に自転車持って入ってなんか整備し合うと勝手にこうコミュニケーション生まれるんじゃないかなとか、あとは自転車盗まれると心配なんですけど、こうやって部屋の中に自転車も一緒に泊まれるといいなとか、まあそういうことを考えながら過去の自分のこうなんか経験とかを、まあプロジェクトの中にこう混ぜこぜにしながら、まあ提案をして、まあホテルを作ったり、まあベーカリー作ったり、カフェがあったり、まあレストランがあったりっていうような、まあこういう本来決まってたものを設計するんじゃなくて、何を設計するかっていうところから決めるプロジェクトに関わって、めちゃめちゃ大変だったんですよね。まあで大変だったんですけど、なんかこう本当になんかやりがいがあったというか、まあこれ作ったことによって町の人の流れが変わったりだとか、こうやってなんか変な話こういう照明作ったり、こういうロゴ誰に頼むかってディレクションしたり、なんかこういう VMD も全部自分たちで買い漁って並べたりだとか、こういう鍵はこんな風に作りましょうとか、そういうディレクションまでしながら、まあ設計作業をやったんですよね。でもう最後はもうスタッフがもうここに合宿のように泊まり込んで、もうほぼ施工屋なのかもう設計事務所か分かんないような状態で作りって、まあなんとか出来上がってから、なんかこのプロジェクトを見て今度ここで何やったらいいか一緒に考えてくださいっていうようなプロジェクトがだんだん増え始めたんですよね。でこれを見て次に頼まれたのがホテルコエっていう、まあ渋谷にあの1年前にオープンしたんですけど、この時もコエというアパレルが洋服屋さんを渋谷でやるんだけど、どんな風にアパレルやったらいいか考えてほしいって言われて、で僕らもともと20歳代は
あのクラブ活動に励んでまして違うクラブ、はい、で、うん、クラブ活動に行くと、うん、やっぱりおしゃれな服着てくし、うん、で音楽の情報も得れるし、うん、すごい学びの場だったんですよ、うん、でも今残念ながら携帯とかでなんか洋服買い始めるとその隣にある音楽カルチャーとかと出会わなくなってしまっているんで、うん、なんか洋服屋さんがもう一度こうカルチャーを作るようななんかそういう洋服屋さんの方がいいんじゃないですかっていう提案をしてホテルで洋服売りましょうと、うん、で8時間しか空いてない洋服屋じゃなく24時間を使って洋服伝えようっていうので、まあ、1回カフェで、まあ、こういうポップアップスペース作って夜になると服が上に上がって、うん、カウントの中に DJ ブースがあるんでここで DJ とかが来たりすればだんだん夜はこうこの場所がクラブになったりなんかライブハウスになったり、うん、なんかこうレストランなのか洋服屋なのかなんかクラブなのかわからない状態を作ることで、うん、まあ、時間によってその場所のこう用途自体がこう移ろうことがなんか一番こう正しいんじゃないかなって思ってて、うん、まあ、そういうのをやって、まあ、2階が洋服屋、うん、で3階ホテルみたいなのを作ったりだとか、うん、なんか企画からやるのってすごい面白くなってきてそうすると気がつくとコンペしなくてよくなってたんですよね。うん、今まではなんかホテル作るんだけど3社あるうちの ABC のどれかとして呼ばれてて、うん、必死に提案作って勝ったり負けたりしてたんですけどなんかだんだん企画からやると仕事量は増えるんですけど、うん、比べられなくなって、うん、なんか頼まれる率がすごい上がってきたんですよね。でだんだんそのうちに頼まれる仕事だけだとちょっと物足りなくなってきて、うんうんうん、自分たちで東京事務所を作るときは細胞デザインするっていうコンセプト で、うん、でこれもうちの奥さんが料理家で、うん、いつも体の細胞は食料が原料だってずっと言ってるんですよ、うん、で以前にもなんかこれ DM 作ったことあるんですけどその時書いた文章は読むことは脳で食べることである、うんうん、考え方を司るのは脳理性も感性も脳から生み出される脳は細胞でできていて細胞は食べ物が原料であるっていう、 こう封筒、まあ、この袋の中にドライマンゴーを入れてドライマンゴーにあの場所と住所と日時を入れて皆さんに配って当日みんなが、ま、ドライマンゴー持ってきて、うん、その場所でこのドライマンゴーを見せると、うん、ドリンクもらえて、みんながドライマンゴーを食べて、うん、印刷物がゴミにならないっていうプロジェクトにしたんですよね。で同じ細胞形成のリズムになるしたまたまシェアっていう場所だったのでシェアードっていうなんかすごく場所にも合ってるしいいなと思ってなんかこういうこともなんか何年か前にあったからまあ、いつも設計事務所とかクリエイティブな会社は食に対して全然クリエイティブじゃなくてなんかこんなものばっかり食べててクリエイティブになれるのかって思って耳が痛いファミマ大活用中よ、はい、だからコンビニ弁当食べてる人はコンビニ弁当で体の細胞ができてるんで、うん、まあ、さぞかし健康でさぞかしいいアイデア出しそうじゃないですかだからそんなはずないんでとにかく細胞から変えるぞって言って社食堂を作ったんですね。素晴らしい。で、まあ、キッチンど真ん中に置いてでまあ、ギャラリー機能があったりライブラリー機能があったり、うん、ご飯食べに来た人がうっかりデザインのこと知ったり、うん、なんか打ち合わせに来た人がうっかり食の大切さを知ったりっていうようなことを、まあ、わざと仕掛けてなんか自分たちが運営するとすごい大変だから、うん、いろいろ反対されたんですよね。なんか大変だよとか、うん、匂いがこうして仕事に集中できないよとか、うんうん、お客さんが騒がしかったら仕事の邪魔になるよとか、うん、守秘義務どうするのとか、うんうん、上原の駅から離れてるからあんなとこ誰も行かないよってもうみんながもうネガティブに超クリエイティブでもうみんなこんなダメな理由いっぱい考えてダメな理由をいっぱい考えれて、はいはい、できる理由考える人がすごい少ないんだなと思って、うんうん、もうこれはこんなに反対されるってことはまだ価値化されてないってことが明らかになっている瞬間だっていうふうに考えて、うん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 、むしろ盛り上がってオープンさせたら、うんうん、今は皆さんの期待を裏切って、むしろ黒字っていう、うん、おすごい、はい、素晴らしい、はい、うん、で何よりやっぱりスタッフと一緒にこうご飯を食べるようになったので、うん、やっぱりなんとなくチームワークもすごく結成されて、うん、なんか会社がいい雰囲気になってきたんですよね、うんうんうん、で時々こういうそうめん流しのイベントやったりだとか、うん、で地域の人が来てもらったりすると、うん、なんかあたかもいい設計事務所な空気が漂いますよねこれやっぱブランディングとしてはすごく大事ですから、まあ、こういうことをやったりだとか、うん、で今はこのリアあの絶景不動産っていうのも
たまたまロスに住んでるクライアントの方がこんな場所に住んでるんですよね、ロスまで僕見に行ったんですけど、住んでる家を。で日本で森に別荘建てたいっていう依頼をいただいて、敷地探してくれって言われたんです、で敷地から探せるってちょっと盛り上がってきて、森ってなんか探し方が最初ピンとこなくて、木の種類は違えどなんかまあ森だよねみたいな、どこの森がいいかって言われてもこうなんか ここですって言えないんで、ずっと考えてた時にこれだと思ったんですね。お森は森でも滝付きの森がいいなと思ってでやっぱりこう現代の落水槽を作るチャンスだと思って、すごい。で SNS で滝募集って募集したんですよで滝募集したら滝が5件ぐらい集まって、でその千葉ですごいいい滝物件があったんで、千葉のどの辺ですか、ちょっともう忘れちゃってますけどそこにこうクライアントの方日本に来てもらってお連れしたら、彼が一言目に言ったのは、トゥーノイジーだったんですよね。おでまさか滝がうるさいなんて思いもよらなかったんですけど、なんかすごい残念で、この人はダメって言うけど過去にこの落水槽を作った人がいるように、世の中には滝を作る滝がいいっていう人がいるはずなんで、その人に会うためには絶景不動産というプラットフォームを作れば、滝欲しいっていう人に会える確率が絶対上がるはずだから、こういうの作りたいと思って、住宅の依頼をしてくださってた不動産会社に勤めてるクライアントの方に、こんなことがあったんで僕は絶景不動産っていうのをいつか作りたいって言ってたら、その人が数ヶ月後に会社辞めて一緒にやろうって言ってできたのが絶景不動産。素晴らしい、はい。そうするとなんとなく土地のことができて、企画ができて、設計できて、まあ飲食チームとかも運営ができて、なんとなく一通りこう自分たちで事業がこうできるようになってきたので、今今度は広島のオフィスを、これトマルトっていう名前が最近決まったんですけど、トマルトなんか食とか、トマルト音楽とか、なんとなくホテルをやろうとしていて、泊まることと何が一緒になってたらいいかとか、泊まると働くとか、そういうことをテーマにしながらいろんなことがまとまる場所を作ろうっていうので泊まるとっていう名前にしたんですけど、まあ古いこう平和公園がこの辺にあったこう西のエリアに空き地とか空き物件がすごいたくさんあるんで、その中のビルを一つ僕ら取得して、まあ1階に社食堂入れて、2階にギャラリー入れて、3階は僕らの事務所 で4階は僕らの事務所なんですけど、ホテルのスイートルームのような一部屋、大きい150平米ワンルームみたいな部屋作って、打ち合わせもするけどゲストが来たらここに打ち合わせ入れずに泊まってもらえるような作り方にして、で5階は本当に泊まれるホテル、でルーフトップみたいなのを今工事してて、来年オープンさせます。素晴らしい、はい。何部屋ぐらいあるんですか？2部屋です。2部屋だけ、はい。お、はい、とあと自分たちのさっきの広い、大きい部屋が、まあ、3部屋目というか、でそれ以外にも他に敷地が空いてるところにいくつかこう離れを作っていこうかなっていうような今計画にしてます。でそれだけじゃダメだなと思ったんで、ホテル作ってもホテルに行くぞっていう人って世の中いないんで、メディアを作って広島の情報で、このうどん屋がうまいよとか、夜の飲んだ後のお茶漬けこっちでしょとかっていうのをメディア化して、広島案内しようってことも今やっと計画し始めたところです。でさっき言ったようにできないクリエイティブな人が世の中に多くて、施工会社なんて最たるもので、まあ、チャレンジングな提案をすると全部却下されるんですよ。でできない人が多いから、じゃあできるを作ろうって言って21世紀工務店っていうこれ施工会社作りましたね。でついでに家具会社も作りました。家具も作ろうって言って、これ未来創作所、でさらに、運営会社、でこれバイパスっていうのこれも作って、でテクチャーっていうのはこれアーキテクチャーのアーキを取って、テクチャーでテクノロジーで、チュアっていうのはラテン語でことっていう意味で、まあテクノロジーでことを起こす会社なんですけど、なんでこんなテクノロジーの会社作ったかっていうと、うちのスタッフの働いている様子をこう歩いて見てたら、みんな図面書かずに検索してたんですよ。で本来設計事務所って図面書いたり考えたりするのが仕事なのに、みんなが Google とか使ってて、この人たちずっと検索してんだなと思って、だから便利になったようで検索に時間奪われてるんだと思って、だから長く働いてて
ブラックになるんだなと思ったから、うん、この検索の時間をシュリンクするってことが割と大事なんじゃないかなと思って、うん、まあ、このテクチャーというのは、何かっていうと、あの携帯でアプリケーションなんですけど、うん、検索ってこうキーワードを打つんで、キーワードのセンスがない人って永遠に検索してるんですよねメーカー名と商品の、品番がすぐ分かって、すげえ、そのままメーカーにコンタクトできるっていう、うん、まあ、ワンストップの、まあ、要は検索の概念を変えようと思ったんですよ。とにかく文字を打たせると下手なやつは永遠に検索しちゃうんで、それをなくして、作ろうっていうのがここテクチャーで、ね、すごい。あと今家建ててるんですけど、うん、これ、まあ、ノートに全部アーカイブ取ってて、うん、一番心配なお金のこと全部出してるんですよ、うんはい、あ、これ谷地さんの自宅、はい、で僕の自宅3階建てなんですけど、うん、1階は貸して2階に住んで、うん、3階は奥さんのレストラン入れて、うん、1階と3階の家賃で返済が終わるっていう計画なんですよ。だから2階の家賃を僕らがちゃんと払うんですけど、うん、まあ、もちろんあの利回りが良くなりますし、うんうん、さらには僕が出て普通に家賃入れるとめちゃめちゃさらにいい利回りのモデルで、うん、つまりいつでも売れるんですよ。なるほど。でそういう風に家建てた方がいいよってことを、うん、やっぱり世の中伝えた方がいいなと思って、うんうん、本当にリアルに僕は銀行に出した資料とかオープンにして、うんうん、いくら借りてるかも全部書いてるんですけど、いいですねこれ、はい、うん、なんかこれからってやっぱりそういう情報もシェアする時代だし、なんかそういう風にシェアするためにどういう場所を作るのかだとか、どういう情報交換するのかってことを興味持っていて、まあなんかリアルな場所を作ったり、やっぱテクノロジーの力借りたりってことを今やってます。で僕も本の宣伝ですけど、これ今月働き方変えるっていうチェンジっていう本が出るので、皆さん100冊ずつ買ってください多い以上です、すいません、はい、ありがとうございました。いやー、お二人とも面白いな。谷井さんすごいですね。なんかこの短期間の間に、どんどん新規事業、まあ、起業家っていう肩書きが増えてたのはそういうことだったんですね。なんか僕、うん、5年前に税務署が入ったんですよ、うんうん、それまで、うん、僕会社の売り上げ知らなかったんですよ。あ、まあ言ってたね、なんか税務調査が入って大変やったみたいな話が、はい、大変というか、うち税理士さんがもともと税務署に勤めてた方なんで、うん、全然大丈夫なんですけど、うん、でもなんでうちなんか来るのって言ったら、うん、いや売り上げが上がってってますって言って、うん、え、本当ですかって言ったら、うん、谷井さんどうぞ仕事しててくださいって言われたんですけどこの人何も分かってないんだなってこと分かってもらえたんででその時初めて売り上げを知って、うん、いやうちの会社結構立派になってんなと思って、うん、だこのお金をもちろん税金に払うのもいいけど、うん、ちゃんとスタッフに還元したり、うん、なんかもっと会社の環境を良くすることにお金使わないとなと思って、それからちゃんと、まあ、いろんな事業を、うんうん、スタッフが働いてて誇りに思ってもらえるような会社にしようと思って、うんうんうん、お金の使い方について考えたんですよね、うん、はい、今って社員数何人ぐらいでやってるんですか。設計事務所で45ぐらいですか、うんうんうん、はい、他の全体で60手前ぐらいですか、ね、はい、今そのバっていう話でその混ぜるっていうのが出てきましたけども、谷井さん の, 活動を見てると結構やっぱその建築設計、まあ、今日のね共通点は3人とも実は建築上がりなんですよ、僕も含めて。一回大学で建築設計、健太さんもそうですけども勉強して、まあ谷井様もまっとうに建築家になられて、でも僕は大学行ってないんで、あ、そうか今大学に教えに行って4年目なんでそろそろ卒業です、はい、で逆に僕らは建築から建築外のところに行っちゃった人なんですけども、僕は思ったのがなんかその谷井さん の, その混ぜるっていうキーワードが面白いなと思っていて、その設計っていうものをなんか拡大解釈というか拡張させてるような感じがあるなとか思ったんですけど、なんかそういう意識とかってなんか事業を作る上であるんですか。やっぱり諸先輩方を見てて、うん、未来がないと思ったんですよ。お、はい、だって結局みんな設計量が何パーセントかでしかもう自分たちの、うん、そのなんて言うんでしょう、もらえるものないんで、うん、そうするとパーセンテージを上げれば
売り上げ上がるでしょうけど、うん、客が減るじゃないですか。だからこんなことやってたら、うん、もういつまでたってもスタッフにちゃんと、うん、大手企業と同じぐらいの給料払える会社になれないと思ったんです、うん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 、だから先輩から学ぶことはあるけど、うん、それを引き継いでたら、うん、今の若い子なんてリアルに好きなことやって稼ぎたい会社に入ろうとしてるのに、うんうん、設計事務所なんて絶対入りたくなくないんじゃないかなと思って、うんうんうん、だから僕らは求人しなくても求人が来る設計事務所にならないとなと思って、うん、まあ、そういう事業もやりながら未来のビジョンをちゃんと掲げて、うん、ベンチャーだと思って設計事務所やることにしたんです。おー、面白い、はい、なんか今のちょっと話を受けてちょっと健太さんにお聞きしたいなと思って、ちょうどその求人の話に触れていただいたんで、その今まで多分働く働き方って結構カテゴリーがはっきりしてたと思うんですね。設計者は浮世絵でその設計基準にのっとって設計してお給料もらいましょうみたいなのがあったところを、まあ変な言葉遣いするとぶっ壊すじゃないですけども、そこひっくり返しにいってるのが谷尻さんかなと思ったんですけども、今健太さんのところで扱われる求人っていうのはどんな感じの企業さんが多いんですかね。なんかまあ11年やってきてやっぱ変化を感じる部分はあって、あのなんて言うんでしょうね、あのやっぱり例えば物を作るっていう会社も結構多いんですけど、やっぱり自分たちで作って売るみたいな、ある種垂直統合的な中小企業っていうのはめちゃめちゃやっぱ増えているで、例えばなんかそれは自分があのお客さんの立場でも確かになんかこうある種編集というかセレクトされたっていう部分に価値がある部分はまだあるとは思うんですけど、あのなんかあの例えばあの柿森っていうあの文房具屋さんが蔵前にあるんですけど、あそこの文房具屋さんはあの普通の既製品も売ってるんですけど、まあその場で表紙とか中身の紙とか留め具とか全部選んで自分だけの一冊が作れたりとか、あとインクスタンドっていって自分だけのインクの色をその場で調合して万年筆のインクを作ってくれるとか、なんかある種そこが工場であり、なんか売る場所でもあるっていう、なんかその方がなんか嬉しいんですよね。だから多分建築的な部分もそうだと思うんですけど、単純にじゃあデザインだけのところをやるっていうよりは本来は何をやるのかっていうところから多分考えた方が芯がある可能性があるんじゃないかなと思っていて、で多分エイトブランディングも多分そういうことだと思って、あのつまりこう表面的なデザインじゃないじゃないですか。それが多分真逆のスタンスだと思うんですけど、なんかね、あの取材でも伺ったんですけど、やっぱ小枝の話とかを聞くと、今日皆さん飲んでる、はい、あれなんかはもう本当に、普通は最初はラベルとかのね話から来るものが、まあ全然それ以前の話から作るっていうところ、なんかそういうふうにやってできたものは多分受け取る側もなんか嬉しいというか、なんかやっぱ響くものがあるのかなと思ってて、だからあの建築でいうとやっぱりあのその大家になるっていうのは今大家になりつつありますもんね。ある種自分でビルを買って事業をやるっていうようなことを、大家になりデザインもして、なんかそこで自分たちも使うみたいなのっていうのはなんかやっぱりなんかある種聖地化するというかですね、なんかそこでちゃんと何かが起きてる感じがあって、っていうのはあるかなと思います。なんかこう頼まれてこの方がいいよっていうと、なんかこうある種理解してもらうまでの時間がすごい必要じゃないですか。でも先にいや絶対これがいいよって自分たちでリアルなポートフォリオを作れば、それを見て共感して頼んでもらえるので同じ方向に進みやすくなるんですよね。だから場所を作って自分たちの考えを表明すれば、なんか自分たちの仕事を作ることになるんだってことをすごいリアルに感じて、だからそういう意味ではさっさと自分が大家になってリスク取ってやった方が結果的になんか会社が良くなっていくってことが特に社食堂作って分かったので、社食堂作ってなんかそのそれ見て飲食店とかまあ違うプロジェクトの依頼とかもかかるわけですか。もうみんなが例えばただ単にうちの会社に食堂あるんだよっていうと、あ社食がある会社なんだなって想像するんですけど、やっぱりそこに仕切りが全くないのでうちは、
そうすると来るとやっぱりわこんなことできるんだねってなるんですよね、うん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 、でもこんなことできるんだねは作んないと提案できないんで、うん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 、だから大体企業はオフィス作るときとかにオリエンするんで、うん、オリエンに聞きに来てくださいって言うじゃないですか、うんうんうん、でも僕はいやオリエンに来てくださいと見たらわかるとでうちの会社のスタンスそれですぐ分かってもらうから、うんうん、ここにオリエン来てって僕らの会社見ると、うん、絶対僕らの会社に頼みたくなるんですよ、ね、はい、いい、はい、うん、だからそれもなんか昔渋谷圭一郎さんが音楽納品するんですけど、うんうん、みんな自分のスタジオに呼んで、うん、その場ではいじゃあバン弾くよってバン弾いてはい納品って言って、うん、あの自分が選ばれるようにしてるって話聞いたことがあって、うん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 、まあそれ絶対一番いいなと思って、うん、確かに最初に投資がいるしリスクもあるんだけど、うん、でもそれによって信頼が手に入るんで、設計事務所って結局運営する人たちから頼まれるじゃないですか、うん、で運営側に渡していなくなるから運営知ってる会社ないんですよ、うん、ああそれはあるかも。うちもあの、はい、ここは自社ビルで作ったんですけども、やっぱブランディングやってるとあのお客様の場を作るっていう仕事がすごい多くありまして、まあ、ちっちゃいながらもやっぱ自分で作って、まあ、自分の場所を作って会社を運営しているっていうのは、は割と信頼していただけるようなところは、あじゃあ工場作ってみるとか、じゃ あの支店出すからちょっとあの不動産どうやってあの探したらいいのか教えてとか、ね、なんかそういう話はちょこちょこやっぱ出てきますよね。でも健太さんにお聞きしたいのが、あのそういう意味で言うと日本仕事百科って、まあ、どっちかというとその場なんですが、サイト上の仮想空間の場じゃないですか。そこに対して今もうリアルな場を持たれてね、あのちょっとその仕事バーとかのリトル東京の話をしていただきたいんですけども、はい、うん、まあもともとそうですね、まあリトル東京っていうのがあの清澄白河にあのビルがあってですね、あの5階建てのビルで、まあ、1階が飲食店でイベントスペースもあって、うん、自分たちのオフィスみたいな場所なんですね。もともとウェブサイトから始まった会社なんで、日本仕事百科っていう、まあ、求人メディアから始まった会社なんですけど、うん、あのやっぱりなんか顔が見えない感じがちょっともったいないなって思ってて、なるほど、うん、でなんかこう、まあ、自分でメディアとコンテンツを持っているけど、やっぱり場所なんじゃないかなと思って、でなんかディズニーランドやっぱすげえなみたいな、うんうん、ディズニーは最近メディアもね持っているように今やろうとしてるし、うんうん、自分たちでもちろんコンテンツは持ってるけど、うん、やっぱディズニーランド最強ですね。最強じゃないですか、はい、毎年行っちゃいますね。だからやっぱあそこだってね、あの今でもいっぱい多くの人が訪れている場所で、やっぱりこう実際に行って体感できるっていうようなものは、うん、なんかめちゃめちゃ強いと思っていて、うんうん、で実際にそのリトル東京では、まあ、毎晩のように仕事バーっていう、もう本当にいろんな人が来ていただいて、うん、一方的なトークをするだけじゃなくて、ずっとその後飲むみたいな、うん、あのトークイベントやってるんですけども、うん、やっぱりこうなんでそれを始めたのかっていうとですね、あの取材を通して得られる情報を頑張って文章にはしてるんですよ、うん、それ編集して文章にはするけれども、うん、やっぱ抜け落ちちゃう部分があるんですよね、うん、なんかこう多分今この空間で感じてられるものが、まあ、JJN さんは多分それをうまく編集はされると思うんですけどでも、それでも絶対なんか落ちちゃう情報ってあるんですよ。だってそれはやっぱ全然情報量が違うんで、うんうん、でその時にそのなんか例えば具体的に言うと、例えば僕がこう話している時の振る舞いとか仕草とか、うん、それはもちろん文章に入れるっていうこともあるし技術なんですけど、なかなか難しいってなった時にやっぱりじゃあでみんなも言うんですよ、あの取材先に同行したいっていう人がめちゃめちゃ多いんですけど、それは無理だなと、うん、やっぱりその取材が壊れちゃうから、うん、あ無理だなって思った時に、あじゃあそういう場所である種取材じゃないけど話をして一緒に話せる場所があったら、うん、より人となりがあの分かるじゃないか。で結構求人とは関係なくもやってるし、うん、まあ、求人と一緒に仕事場をやることもあって、うん、結構効果的で、うん、なんか求人の段階ではまだ応募が少ないことが多いんです、仕事場も同時開催の時は、うんうん、で仕事場でどれどれって言って結構来るんですね。で話してみてああみたいな、うん、で今あのちょっと計画してるのがあの説明会を新しくいろいろ作ってみたいなと思っていて、
まあ、最初の一つのアイデアは西村義明さんという方が温泉街で説明会したらいいんじゃないかみたいな、うんうん、でそれはポッポッと言ったんですよ、うん、んと思って何だろうと思ったら、うん、あなるほどと、もうスーツを脱がせるのかと、うん、みんな浴衣を着ることになるからだから合同説明会で同じようなブースが並んでみんな同じような人がいてみんなスーツでっていう と、うん、だからと多分そこで行われるのはリアルな場所であってもすごいめちゃめちゃ情報量が低いコミュニケーションになっちゃうなと思ってて、うんうん、本当のこと分かんないじゃないですか、うんうん、でそれを本当のことが分かるためにもう例えば温泉街で説明会をして、うん、なんかある社長はこの時間からこの時間に湯船に浸かっておりますとか、ね、裸の面説明会とかサウナで会いたい、うん、サウナとかでもいいかもしれない、うんはい、めちゃめちゃこう、うん、あれね繋がりますもんね、うん、僕なんか CCC の増田さんに、うんうん、軽井沢の別荘に来いって言われて、うん、一緒に行ってすごいご飯食べて飲んで風呂入ろうって言って、うん、一緒に風呂入って、うん、これから一緒にやってこうよって言って、うん、お前らの株買わしてくれって言われたんですよ、でいやこの人にもう買ってもらってもいいかなってその時思いました怖い商談やなそれ、そうあやっぱ風呂で商談ってすげーいいなと思って急に株買わせてくれて怖いな、なんか風呂もね、うん、まあいいし、もしくはなんかこうなんかこういわゆるこう昔ながらのなんかこう宴会場とかで、うん、普通になんか いわゆるあの説明会とは違うものをやったりだとか、うん、なんかあとは温泉街じゃなくてちょっとフェスっぽくやるかって今話もあって、うん、なんかそこは今考えてるんですけど、うん、例えば焚き火を囲みながら話すとか、あ焚き火がいいですよね、バーベキューをするとか、うんうん、なんかある映画を見てその後一緒に映画を見て話すとかで、うん、結構今そのヒュッターっていう場所はですね蓼科にあって、うん、でそこでも僕1個の小屋を割り当てられて DIY してるんですけど、うん、小屋一個一個が各会社のブースであってもいいかもしれないですし、うん、なんかそういうそうすると絶対スーツじゃ来ないじゃないですか、うん、キャンプ場にスーツで来たらさすがにお前やばいぞっていう空気になると思うんですよね、うんうん、でそういう風な感じでなんかやっぱリアルな場所っていうのはやっぱこうやってフェイス2フェイスでコミュニケーションできるんで、今どんなになんかこういわゆるリモートワークみたいなものもまあ多分今後増えていくかもしれないけど、うん、やっぱり全然会って話した方が面白いし、うん、っていう気がして、うんうん、リアルな場も大切だなと思って持つようにしました、うん、うちもいつも面接の時には私服で自分が一番いいと思う格好で来てくださいってやってます。そうですよね、はい、それがだからスーツは本当に着てほしくないっていうか、うん、まあ、スーツが本当にいつも着てるんだったらいいんですけど、それが好きでなんか良かったらいいんですけど、うんうん、ある程度なんかいろんなこと隠れちゃいますよね、うん、スーツだと。スーツで来る人います？面接やっぱ過去にいてスーツだとなんかいい感じなんだけど、なんか私服になった瞬間あれみたいな、なんかこう面接でやっぱ判断できないことって多いですよね、うんうんうん、そのやっぱりこうすごい目がキラキラしてる人ほど僕警戒しますそれもうなるほどね、なんかすごい、うん、もう 120% の力でクワッて目がキラキラって人は反動が激しいんで、あなるほど、まあ、余談ですけど、うん、僕はよく面接で使うのは30秒ぐらい黙って考え込んでします、うん、それが結構相手のことがよくわかるというか、もう要は一問一答でポン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 いくと相手のことがよくわからないんで、黙ってると相手のことがすごいよくわかって、でそれってやっぱリアルなコミュニケーションだからわかるんですよね。で普通の人だったら自信があるというか耐えられる人は、あこの人は今考え事してるんだ、それを遮っちゃいけないなってなるから一緒に待ってくれるんですよ。だけど焦ってもうとにかく 120% で目がキラキラしてる人はなんか間が耐えきれなくて話し出すんですよ、あなるほどみたいな、まあすみません余談ですけど、いやいやいや、はい、なんか、うん、そういうのはねありますね、うん、ちょっと場の話にちょっと話題戻していこうかなと思うんですけども、設計ね勉強してた時に、あ僕だけかもしれないですけども、まあ、設計課題とかやってると、あなんか魅力的な感じがするなと思って図面引いてた時って、なんか建築学生の課題って、まあ、ある種例えば住宅とかね、公民館とかなんか課題与えられて設計するんですけども、機能
があるとこと、なんか半分屋外みたいなとこと屋外みたいな、なんか先ほどの谷さんの話にあったなんかグレーゾーンというか機能がないようなところをあえて変えていくとなんかかっこいいものになりやすいというか、まあ実際に建てようと思うとその空間はだいぶ無駄なんで、リアルに建てようと思うと、例えば僕は自分で建築してみて分かったんですけど、無駄を建てようと思うとすごい金がいる。でなかなかその制約条件を逆手に取る案が見つからない限りは無駄をちゃんと設計できないとかっていうジレンマもあっていろいろ考えたりするんですけども、場を作る上でそのなんていうんですかね、例えば谷さんの場、サポーズ の, シンクっていう、まあ、場にか呼んでいただいて行ったんですけども、その時に感じたのがもともと事務所のあれ何スペースなんですか。これはですね、もともと何でもない使ってないスペース、一応会議室どっかあるかな写真が、うん、こんな場所ですね、はい、はい、何でもない広場に発泡スチロールの塊を置いていくとそれが椅子になって、そこに人が集まってこういうトークをするみたいな場を作られて、僕このクリエイティブナイトやり始めたきっかけはこれに呼んでいただいたことなんですよ。なるほどなと。普段ここって打ち合わせスペースなんですね。このホワイトボードでケンケンガクガククライアントの方と書きながら、まあ十何人ぐらいの打ち合わせをいつもやっている場なんですけども、単純にここをそういうミーティングルームじゃつまんないなと思って、なんかせっかくいい立地にあるんだから夜な夜な集まってデザイン談義できたら、なんか建築の学生の頃とかってなんか飲みながらそういう課題の話とかいっぱいしてたじゃないですか。なんかそんなんできることがあるのかなと思って始めたんですけども、この谷尻さんにとってのその場作り、余白の作り方とかってどんな風に企画とか設計してるとかありますかね。なんか僕がこの場を作るきっかけは、うん、東京事務所を2008年に作って、うん、広島にいたら会えない人にすごいたくさん会うようになったんですよ。そうするとこうやって話聞くと、うん、やっぱインスパイアされますよね、うん、でインスパイアされるとどんどんこう脳が活性化するんですけど、うん、広島に帰ってその話をしてもやっぱ通じないんですよ、うん、それはやっぱその場にいた人しか分かんない、うん、体験してないからね、はい、うん、そうすると気がつくと僕ばかりなんか思考がなんか走り始めて、うん、スタッフはなんかいつも通りだから分かる、なんか溝ができていくんですよ、うんうん、ほんと、で大体いろんな会社の社長は、うん、いやこの間こういう人に会っちゃってさってスタッフに言うんですよ、うん、言ってる、はい、でスタッフの気持ちになると、うん、そりゃあんたはね外で酒飲んでいろんな人会っていけるこっちは徹夜して仕事してたよって思ってるみんな思ってるのがやっぱ実情だから、うん、やっぱその溝を埋めるには、うん、僕が会った素敵な人は、うん、スタッフに合わせるっていうのが一番早いなと思って、まあ、この場を作ったんですよ。そう、それを谷さんに教えてもらって俺もやらんとあかんと思って、はい、完全に飲んでるだけの人に終わってしまうと思って、はい、いやでもねこういうもともとそういうのをやるための場だったんですか。ここはなんかスタッフが15人ぐらいになった時にここ借りたんですよね、うん、80坪ぐらいあって40坪2層で、うん、広すぎたんですよ。あで、うん、上の階を何にしようかってずっと考えた結果、うん、やっぱりそのスタッフに合わせるのもあるし、うん、行為が空間に名前をつけるってことをやろうと、うん、なんか結局はこう作品展示するとギャラリーになるし、うん、アーティスト呼んで歌歌ってもらえばライブハウスになるし、うん、ご飯食べたらレストランになるし、うん、落語やったら寄席になるし、うん、髪切ったら美容院になるから、うん、そもそも僕ら空間作る仕事なんですけど、うん、普段なんかレストラン作ってくださいって頼まれると、うん、レストランっぽいものを作ってるんですよね。あでも、うん、そもそもレストランとは何なのかを分からずに作ってる人って本質的じゃないじゃないですか、うん、変な話この廃墟でこの空っぽの空間に椅子とテーブルと食事があってみんなでご飯食べた瞬間レストランになるのに、うん、なんで僕ら空間を設計してるんだろうとか、うん、最小限の行為で空間が設計できるってことが理解できてれば、うん、レストランの本質は分かってるから、うんうん、極限作らなくてもレストラン作れる人になりますよね、うん、なんかそこはやっぱり作らなくても作れるってことを理解して作ることに向き合うために、うん、この場の実験をするのが必要だっていうので
始めたのがシンクなんですよね、うんうん、バってそういう意味で言うとなんか不思議だなと思ってて、なんか建築学生の時はバとかそういうの大好きなわけです。なんでもない曖昧な空間みたいな。で今のお話ですごい示唆的だなと思ったのが、例えばネーミングを作っちゃうとバーがすごい規定される感じはありますね。飲食店とかレストランって言っちゃうとレストランっていう場が固定するし、でそういう意味で言うと最近なんか新種がいっぱい出てるなと思うのが、例えばグランピングとかね、あのバーの名前最高やなと思うんですけど、キャンプやのにグランピングって言った瞬間に全然違う場に変容しちゃうんだなみたいな、なんかそんな風な場作りって考えると、なんか設計者がやってた設計とはもうちょっと一段違う次元に行ってて、谷井さんがその図面を描くじゃなくてその前の企画からやってるとかね、運営やっちゃうっていうのが本当の設計なんかなとか最近思っちゃったりするんですけども、そういう意味で見ると健太さん最近あの新島に行ったりとかね、バーがどんどん飛んでいってる感じがねするんですけど、ちょっとこの辺なんでやってるのかお聞きしたいんですけどね。そうですね、うん、なんだろう、まあ、うん、あの新島の写真はないかな、うん、あのですね、なんかあるかなまあなんだろうな、今の話で言うと、うん、なんだろうな、なんか多分企画をする、うん、一緒にするところから考えるっていうのは、うん、多分谷尻さん側の、あの理解が深まると同時に、多分その運営する人、これからその場所を作っていく人たちにとっても、うん、なんていうかこう理解が深まるというか、うん、なんかそのそういう効果があると思っていて、うんうん、で一緒に場所を作るっていうのはすごいとっても大切なことだと思うんですよ、うん、それはで今なんかその新島とか蓼科っていうのは、うん、まあ本当にどういう場所かというと、まあ本当に今3地域拠点生活ぐらいなので、うんうん、新島はもともとは、東京不動産の林さんが新島が好きになっちゃって連れてかれて、10年前ぐらいに連れてかれて、うんうん、宿を始めて、で宿がなんかやめなきゃいけなくなっちゃったんで5年後に閉めて、で拠点が欲しいなって言って古民家をシェアして、うん、でそこでいろんな人とシェアしながら使ってる、まあ、そこは宿にはできなかったんです。200平米ぐらいあったので、今は確かに宿にできるかもしれないんですけど、まあ、とりあえず今現状維持という感じでやってて、であともう一個蓼科はですね、そのヒュッターっていうキャンプサイトっていう会社がその辺にあるんですけどね、もともとキャンプ場を作るのが夢だった内田さんという人がやってて、でもまあ設計とかリノベーションとかの仕事やってたんだけど、いよいよキャンプ場が手に入ったみたいな、もうやっと名前にね、あった会社になるっていうことで、その蓼科のもともと林間学校向けのなんか小屋がいっぱい並んでいる、なんと粗末な小屋みたいな、普通の小屋が並んでるようなキャンプサイトだったんですね。でそこをまあ運営するっていうことになって、で内田さんも一応新島のメンバーだったんで、新島もで新島は僕は今も管理人になったんで結構自由にやれるってことになったんで、新島内田さん使っていいから、じゃあ蓼科の小屋1個貸してくれと、もう交換みたいな感じにして、で今 DIY をしているんですよ。フェイスブックに断熱貼ったなんかスウェーデンタッカーってすごい便利だなと思って、パン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 ってこうほんまに作ってんなと思いながら、でなんか一緒に作る場所っていうのが、なんか多分こうどん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 つながってる、まあごちゃ混ぜになるっていうことと近いと思うんですけど、多分そうなっていった時に、多分これ今後はまあある種始まりから最後まで関わるっていうものの軸と加えて、その関係者が初めから最後までどんどん増えていくんじゃないかなっていうのは思います。で新島も蓼科もそういう場所にしたくて、でなんとなく今やってみたいなと思うものは、なんかこうみんなでお金をいくら出せるか集めて、でそのお金で買える物件買って、
その物件をどうするか考えながら運営するみたいなことはやってみたいなと思ってて、でなんでこういうことをやってる根源的な思いっていうのは、基本的にはですね、僕あんまり観光とか好きじゃなくて、昨日もですね葉山に行ったんですよ夜。オアシスって海の家あるじゃないですか、わかります？なんか毎日ライブやってて、そうするとですねもうなんかカウンターに座ってたんですけど、みたいな人がもうどん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 来るんですよで俺はもうこうね戸様なんでこうやって、なんかいいなみたいな感じで見てるんですけど、やっぱ寂しい、僕もこれしたいこれしたいんだけどできないっていうところで言うと、やっぱりお互いが知り合いの関係性がある場所をいくつ持てるかがもう完全に人生の幸せと僕の場合は特に比例するなと思ってて、新島も立品も行ったらまあいろんな会社の人がシェアしてるんで、いつも誰か面白い人がいるわけですよ。立品もまあバーがある場所なんで、そこに行くとなんかこの前はニュージーランドで旅行をやってる人が来てたし、その前はもともと10年以上前に知り合って久しぶりだったUDS の方とか、なんかそのいろんな人が出会えて面白いくてですね、で一緒に作ると必然的に仲間になる。で多分クライアントの場所に行っても多分こういう感じにできるところあるじゃないですか、こういうことしないけど、なんか昔は単独班だったんですよ、なんか頼まれて作るときにやっぱり聞いた上で自分でこう提案する。でもある瞬間なんかはしご外されて、なんか孤独を感じるみたいな、やっぱプロジェクトの進行を感じた時にやっぱり共犯じゃないとちょっとダメだなと思って。なるほど。なんかそのやっぱり今脱観光地化っていうねワードも浮かんできてるのは、やっぱり観光客、一観光客っていうのは寂しいんですよ、やっぱり、どんなにこうネットでね、いわゆるこうシステムがあって、おかみさんがなんとかさんお待ちしておりました、この前はこうでしたねって、あれ全部読んでる情報なんですよね。そういう関係性はやっぱ寂しい、でもずっと一個の場所に定住する重たさっていうのもやっぱあるわけですよね。でその間っていうのは何かっていうと、何箇所かお互いが顔を知ってる場所があるっていう、なんかある種自由とつながりが程よくバランスと取れた生き方がいい、僕はいいなと思ってて、そういうのをなんかこうバーっとして持っていきたいと思った時には、新島立品ですね。で今はもう一個なんかそういう場所ができそうなのは京都で。お、京都。はい。へえ。京都はなんかさっきのその本のですね、これ編集部みたいなのがあってですね、読者になるとみんな入れる編集部みたいなのがあって、その編集部のメンバーで今京文社で新しいイベントに行って、京都の有名書店、であそこで今やろうと思ってるのが3ブックスっていうトークショーをしっかりやっていこうって思ってるんですよ。それは過去に読んだ本で印象的だった本、今読んでる本、今本屋でバーって見た時に気になった本を3冊あげて、それをきっかけにしたトークショーをやろうって思ってて、でそういうことも始まったのも、その編集部のみんながですね仲良くなって、ただの読者と著者の関係だったのに、なんか一緒にやろうって言って盛り上がって、経文社でじゃあそういうイベントやろうってなって、そしたら僕は京都行けばですね、ついにできる、京都にもできたみたいなそこは毎週金曜日が今喫茶店を経文社始めたんで、なんかそこにフラッと行ったら多分いろんな編集者も集まってたし、僕も知り合いの関係だからなんか楽しいし居心地がいいしみたいな、でそこでなんかちょっとイベントをやろう、で多分この3ブックスはある種ちゃんと配信をするようなトークショーにしていって、でそれは3デザインでもいいかもしれない、3ムービスとか、なんかそういうなんかトークショーをしっかりやれていくきっかけにもなんか広がってていいなと今思っている。なんか話がどんどん広がっちゃいました。やっぱりこう今日この後の懇親会でね、なんか皆さんと仲良くなって、なんかまたお会いした時に話せる関係だと、それはとっても僕の中で幸福なんですよ。いろんな人との出会いが場所を作っていくみたいな。そう、いわゆるスナック的な価値観って多分そういう部分だと思ってて、
本当にあのバー友達ってなんか普通にみんなで旅行行こうよっていうと拒否する人いるんですよ、結構確実で、あれはあの人たちやっぱ自由でいたいけど寂しがり屋なんですよ、すごい都市的な人たちで、まあ僕も結構そういうタイプなんですけど、でもやっぱり会うのはすごい嬉しいし、知り合い同士で飲むのはすごい楽しいし、でもまあ10日先まで全部予定が飲み会埋まってたらもううーってなってくる人たちなんで、なんかそういう自由とつながりのバランスがちゃんと作れるのは、まあ、今求められている場のあり方なんじゃないかなと思います。いや素敵ですね。でもその人との出会いがねどんどんつながっていくとか面白いなと思うんですけど、最近あの僕もそれ聞いてああと思ってたんが、あの実は今千葉のいすみっていうところがあります。あの九十九里の下の方に、まあ、あの今って日本ってそのちょっと田舎行くともう空き家だらけなんですね、まあ、千葉のいすみもご多分に漏れず空き家だらけで、その空き家対策で、まあ、行政がその移住者を募集したりだとかそういう活動されていて、あの創造系不動産の高橋さんが今いすみにあの僕らのパートナーで、あの建築やってるプロジェクトとかの不動産部門とかを担当してくださる方なんですけども、あのいすみにもう入り込んで今ちょっと根を張って、で彼はその何をやってるかというと不動産会社なんですけども、いすみでは旅行業をやると、不動産売買とか取引じゃないと、人をどんだけ連れてこれて何が起こせるかでいすみが変わりそうだっていうふうに言っていて、あそれは面白い考えだねっていうので、実は僕らも最近あのエイトの合宿とか、あのうちで結構ブランディングやる中でそのディレクションで結構詰めてあのお客様と話し込むフェーズがあるんですけど、そこを泊まり込みで合宿で行ったりして、なんかさっきの拠点じゃないですけども場所を変えながらやっていく。でそこで何が起こるかというと、別に仕事しに行ってるんですけども、あのいすみにすでに移住してる人らにその高橋さんをいっぱい会わせてくれるんですね。でそこでやっぱ会うことで、まあ別に仕事で行ってるんですけども、なんか違うチャンネルが開かれてきたりで、僕はもう結構何回も行ってるんで、もう こういうノリなんですね。ハイタッチみたいな感じで行けて、あこれが今健太さんのおっしゃってた自分のもう一つの場所ができる感覚なのかな。でそれは僕割と自分の場をかっちり作るタイプだったんですね、昔は。今もそうなんですけども、自分の場所をかっちり作ってあのきちんと所有してしまって、そこで、自分で秩序をコントロールするタイプだったんですけども、こういう場イベントをやったりお二人みたいな方と交流させてもらうと、やっぱそれではちょっと狭いなと、もうちょっとルールを緩くして、まあ、いろんな出入りがあるといいなって思って最近やってて、その千葉のいすみもサテライトを作りたいと思ってるんですよ。でもサテライトを僕が作るって言って、僕が作ったらまたかっちりしたもの作ってまうんで俺はやりたくないから誰かやってって言うと、今うちのねあの村上が やりたいですって、この今うちのスタッフがいるんですけども、じゃあお前が頑張って管理するんやでみたいな、そういう話をしながら、まあ最後は会社全体でやっていったらいいとは思ってるんですけども、あのなんかみんなで作る場みたいなのができてくると面白いなって思ってますね。ちょっとごめんなさい、自分の話をダラダラダラとしちゃったんですけども、でまた再び場っていうテーマに戻していきたいんですけども、場ってね何なんでしょうね、谷井さん場って何なんだろう。僕も実はいすみに土地を買おうと思ってて。おお、マジで。いすみのどの辺ですか。いすみ川沿いに敷地があってですね、川を眺める場所に、う、まあ、実はそこでシェア別荘しようかなと思ってて、それちょっと合流させてもらいたい、はい、今僕物件調査めっちゃやってるん で、はい、でそこに、まあ、なんかみんなのオーベルジュ作りたい、まあ、畑作って、すごいレストラン作って泊まれるようにして、まあ、みんなでキャンプできるような、うん、そういうのをやろうと思って、あの、まあ、プラス富士山が見える御殿場にも、ほう、あの900平米350万という土地があって、お、まあ、ここも別荘にしたいなと思って、でインスタとかで誰かシェア別荘しないとかって言ったら、みんながなんかざわざわ集まってくるんで、あこれなんかこういうのプロジェクトにしてもっといろんな人でその場を作ることを、なんか設計者が場を作るんじゃなくて一緒に場を作るっていう
ことを最初からやれる仕組みをなんか今から試したいなとちょうど思ってて、だから場っていうのはなんかこう泊まり木のようなものというか、なんか寄り添える場所がないとなんかこうなんていうんだろう、始まらないんで、だから僕の場合やっぱり場を作るというか建物作ったりするのがもう仕事だから、なんか縁なし、じゃあ100人1万円出してって集めたら別に都内のど真ん中にビル建てれるわけですよね。なんかそうやってなんかいろんな場所にこう場所持てる仕組み作りができたらいいなと思ってて、それがまあ別に別荘であっても別にオフィスであってもなんかその仕組み作ったらいいなって最近思ってるんで。今の絶景不動産でやってるんですか、その人集まれみたいなのは。僕夜中にレインズを見るのが趣味でレインズっていう不動産屋さんが見れる不動産、それでなんか面白そうな物件あったらその資料を取って、ここだったらどれぐらいのなんか建物建ってどういう収支でできるかなって、なんとなく自分の家建てるとき自分でいろいろ収支計画もやってみたんで分かってきたんで、だからそんなことばっかりやってます。絶景不動産に一応あのダブルチェックというか、ここだとこれぐらいいけると思うんだけどどうみたいな感じで、はい。でもその視点ってもう普通の不動産屋と全然違いますね、発想というか。あ、そうですか。なんか単純にやっぱ機能、普通って何かしたい機能とか目的があって不動産合うか探してるところに対して、なんかたまたまいい出会いがあったところに対して何ができるかなって後から考えちゃうんですね。とから、そうですね、場ができたら絶対ことが生まれるんで、だから、別になんかそこに別に機能生まなくても、みんながなんて言うんでしょう、結局イエーイってやれるのって、みんな俺の店だと思ってますよね。その感覚結構重要だなと思って、全員が自分ごとみたいな、そう、ある種お客でありながらもう常連で、なんなら自分が言うと特別なメニューも出してくれるみたいな、それってある種自分がお店を所有してる感覚だと思うんですよ。その所有感覚はやっぱリアルな場所を作って、みんながそういう風な気持ちがちゃんとできれば、なんかより幸せな場所になるんじゃないかな。僕も一人でご飯を食べに行けないタイプで必ず誰かとご飯を行くんで、なんかそういう意味では本当にそういう場所作りとか、イエイってやりたいんですよね。いやもうそれは分かります。僕も一人で、ご飯食べに行く時も大体固定で、なんでそういう固定になるかというと店員が知り合いだからっていう、ほろほろ潰れちゃったんですよ、あの谷井さん。潰れたというかやめた、やめちゃった。あれビルが壊されるんで、ね、もうあの残念でしかない、もうほろほろは僕の憩いの場だったのに、あ、そう、ごめんなさい、健太さん、はい、場って何なんでしょうね。そう、難民になるじゃないですか、なくなっちゃうと場所が、だからやっぱり僕もその過去に行きつけの店がなくなったことが何度かあってですね、めちゃめちゃ心が痛くなるんですよ。でそこの常連たちはみんな難民になるんですよ、もう文字通り、どうするみたいな、どこ行くみたいな、でなんとなくその新しい新天地にみんなこうね、また分散して収まるけど、またなくなったりするとうわどうしようみたいな、そういう意味で言うとやっぱりこう拠り所ですよね、拠り所だと思うし、でそれをなんかもう二度とこの不幸を繰り返さないみたいなってなるとやっぱり自分たちで場を作ることになるのかなと思ってて、で それでやればあの持続するじゃないですか。だから本当になんかあのなんだろうな、自分たちでもうなんか本当にそう、常連っていうのはあのオーナーっていうのは本当その感覚の通りで、例えば本当にいい常連さんっていうのは席が足りなくなって誰かお客さんが来たら抜けるのがいい常連だと思うんですよ。なぜならその店が続いてもらうのが何よりの一番の大切なことであり、新しいお客さんが入ってきたら常連ぶってなんか席を譲らないのはもうダメな常連だと思ってて、もうそういうそうじゃなくて、あ、おい、お会計でいいよっているいますよね、そういう人。なんか、なんとかじゃあもう僕いいよお会計でって、あれがもう最高の状態大人で、あれでまた売り上げに貢献できるわけじゃないですか、新しいお客さんが来るわけで。でも一方で変な常連さんもいて、もうなんか
隣のもつ焼き屋さんでこう飲んでたら、おじいちゃんがですね、隣の可愛いおばあちゃんとずっとこうやってて、ね、ずっと永遠に頼んでなくて、なんとかさんはあのお店続くするためにもう出てってねってこう言われるぐらいまでもう、ダメな常連、それダメな常連本当にいい常連をどうデザインするのか、それはもちろん今までのやり方もあるわけです。コツコツといいものを作ってコミュニケーションできることもあるかもしれないし、ある種こうデザインの領域で解決できる部分もまだまだ多分にあるんじゃないかなと思ってて、だからそれをなんか考えるのは楽しいですし、この後飲みながら ねいい常連を作るには、オーナーになる、オーナーに文字通りオーナーになって出資するっていう形もあるかもしれないけど、なんかそれで失われるものも少しあるのかもするし、なんだろうなんだろうって考えてますね今はね。仕事場の運営の中で気をつけてることとかあるんですか、場の維持に。あれはでも本当にこう、まあ、ファシリテーションの力なので、やっぱりこうパーッと見てどう振る舞うかですよね。で結局いいバーテンダーさんも一緒だと思ってて、あのカウンターの向こう側に立った方、ことがある方いらっしゃいますか。あのつまりバーカウンターがカウンター席のあるようなお店で働いたことがある人、多分その方には理解できると思うんですけど、カウンターのこちら側と向こう側です景色が違いますよね。こっちはですねこそこそ口説いてると思いきやもう丸見えみたいなそれぐらいカウンターの向こう側に立つと全てがよく見えるんですよ。で、あこいつはこの子が気になってんなとか嫌がってんなとか、もう手に取るように分かるんですね。それはやっぱりこう、まあ、カウンター席って構造上の部分もあるかもしれないんですけど、でそれが分かった上でどう振る舞うかっていうのがファシリテーションだと思ってて、でそれがちゃんとやるっていうので言うと答えがないんですよ。あとはですね、まあこういうトークで絶対必要なのはデビルズアドボケイトって言って、なんとなく予定調和的な話になるときはあえて反論を入れるとか、それはあえてっていう相手を傷つけないようなちゃんと言い方で入れるっていうことは、その2つですね。なんか寂しそうにしてるとか、なんか嫌がってるとか、そこをちゃんと見ながら判断する、プラスなんとなく予定調和になったときに、まああなたの意見には僕も賛成だけど、あえてじゃあ反論をするとこうなる、これはどう思うんだっていうのを言うとやっぱ面白くなる、この2つですかね。なるほど、面白いな。じゃあちょっとその予定調和を崩すためにちょっと僕からだけじゃなくて会場からも質問一つ二つぐらい取れたらなと思うんですけど、せっかくなんであのこのお二人に何か質問とかしてみたいなみたいなことある人います？お、マイクいきますんで。あ、お話ありがとうございます、はい。私も飲みに行ったりするのがすごい好きで、そのお店 の, そのスナック感みたいな感じとか、自由とつながりのバランスとかめちゃめちゃよく分かるの で,、あの何でしょう、自分は旅行に行こうって常連で言ったら断るタイプの人なんですけど、あのなのですごくよく分かるんですが、そういう性格な分あの常連さんが生まれやすいお店ってすごく閉じたコミュニティになりやすいと思ってるんですね。でもでそれはなんかちょっと全然多分人によって考え方が違うと思うのでぜひお伺いしたいんですけど、あのそれはそういうコミュニティでなんか良いというか風になのか、あのなんだろう、新しい人を入れてこう回していくようにするのかっていうのは、それはやっぱ場所によるっていうお考えなのか、あとはあのお好みとかちょっと聞いてみたいです。あの僕はいろんな場があっていいと思ってるんで、もう完全にもう60、70、80のおじいちゃんがいるスナックはもう完全に閉店だよって言われますよね。僕が入ってくと、あまだ閉店じゃないのになみたいな、そういう場所あっていいと思うんですよ、もうあってもいいし、でもなんか新しい人が入ってくる場所も新島にもあるんですよ。やっぱ大使、まあ、あんま言えないな、こういう名詞言えないけどあのガチガチ入った的なお店と、おもう本当にエグザイルたちがこう流れ着いてくる、もうろくでもないところみたいなあのエグザイルじゃなくてね、あの文字通りの本当そういう場所があって、それは多様性だと思うんでいいと思うんですよね、いろんな場所があって、あとは自分がどこに行けばいいかっていうところですね、でもそのコミュニティってまあ同じ方向性の人が集まった方が
仲良くなるっていうのはすっごい分かってると同時に、でも化学反応は起きなくなりますよね、うん、なんかもっと新しいものとか知らないことを手に入れるためにはやっぱりあえてノイズが必要なこともあったりするので、僕なんかだったらわざと漂流癖をつけてて、ちょっと面倒くさいなとか、ちょっとこの人と行くの嫌だなって思ってるとこもちょっと行ってみる、でいざ行ってみると、うん、いや結構面白かったなみたいな、うん、なんかお風呂と一緒ですね。お風呂なんか今日夜入るの嫌だなって思うけどそういうこと、でも入ったらやっぱ入って寝るのがいいよねってなるじゃないですか一緒今の、やっぱり、だから、うん、そうやって、うん、まあ仲良し恋しすごい好きなんですけど、うん、でもやっぱり一緒にいる意味ってやっぱりなんか成長し合えるとか、うん、なんかそういうことがさらにあるとよりもっとなんて言うんだろう、うん、そこがなんか意味に変わってくると思うんですよね。ただ仲良しで飲んでるだけもいいんですけど、うん、なんか成長したいというか、うんうん、そういう意味でなんかいろんなところに僕はまあ飲みに行ったり人に会ったりしてる気がするんですよね、うん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 、ちょっと会場の方に逆に僕から質問してみたいなと思うんですけども、せっかくなんでそこにデザインジャーナリストの加藤さんいらっしゃるんでね、加藤さんめっちゃ油断してましたけど今、加藤さん数年前にねバーイベントだいぶ前ですけど呼んでいただいて、本をテーマにしたバーとかをやられてましたけども、そのあの時はなんでああいう場をやられたのかなとか、その自分のそのジャーナリストの枠を超えて場をなんで作りに行ったのかっていうその当時の記憶を思い出しながらちょっとお話しいただきたいなと思うんですけども、うん、はい、ちょうどなんかその時の写真をそのメンバーからこうなんかちょっとウェブで使いたいからってこうちょうど今日集めてて見返してたんですけども、そこにまさにこうね西澤さんと谷尻さんが2人で並んでるみたいな写真もあったんですけども、まあある部分おせっかいですよね。なんかこうみんながこう楽しむ場所あったらいいじゃんみたいな、そういうおせっかいみたいなのはあって、僕はもともと東京の浅草出身で下町のある部分おじさんみたいな感じなんですけれども、うん、なんかみんなが単純にこう僕はそこそ90年代ぐらいにやっぱりこう中目黒のカフェとか行って、うん、なんかこうそこにたまたま集まっちゃってみんなそういう場所が楽しかったって記憶があって、うん、その2000年以降なんかご存知の方いるか分かんないですけどカウチポテト族みたいな、うん、こう言葉ができたぐらい、うん、なんかみんなが場所に出ていかなくなってこう家でこうポテトチップスをコーラを食べながら映画を見るみたいな、うん、そういうところは一つ場所っていう概念がちょっとこう変わっちゃったみたいな流れがあったので、うんうんうん、2000年前後ぐらいに2010年前後ぐらいにやっぱそういう場所あったらいいよねっていうことで、うん、ああいう場所を作ったんですけども、うん、その中村さんがまさにこう先ほどそう本の場所スリーブックスって場所をこれからやられるっておっしゃってたんですけども、なんかその時もやっぱりこうその時何に着目すべきか西澤さんに来てもらったやつでやったのはそれこそ詩人の人が来たり、うん、思想をやってる人が来たり写真やってる人が来たりデザイナーが来たり建築家が来たりだったんですけども、うん、そういう人たちが一緒になれるなんかものが必要だなと思ったんですよね、うん、その時本例えば先ほどスリーブックスもそうですけども、うん、なんか誰でも3冊は絶対語れる本ってあるじゃないですか、うん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 、だからそういった意味で何かを持ち寄るっていうことがすごい重要だなと思ったので、その時はそういうみんなで共有できる何か、だからなんか共有、うん、バーにみんなが集まるっていうのはまさにそうだと思うんですよね、うん、お酒を飲むのが好きなのかそのバーテンダーさんが好きなのかみたいな、うん、そういうなんかお互いみんな共通点を持つことものがあることでつながれるみたいなところがあると思うので、うんうん、だからなんかそういう何か一つこうそういうきっかけがあるといいんじゃないかなとは思いますね。なるほどね、うん、共有かなんか状況とかそういうのをみんなでシェアしていくとか、なんか僕あの時すごい楽しかったのが、はい、まあ本なんか全然よく分からずに行ったんですよ、はい、でなんか自分の紹介したい思い出深い本みたいなのをあげてくれって言われて、どういう場かよく分からずに何やったっけ、なんか金持ち父さんの本とか持ってったりとかして、なんか全然 はっちゃめちゃな感じだったけども、最後みんなでその本いいねみたいな話とか、
あの番外編のトークがすごい面白くて良かったなっていう記憶があって、あれまたやってほしいなと思うんですけど、ね、それまさにその3ブックスなのかなとか思いますね、うんうんうん、ちょっとそれもすごい興味ありますね、うん、はい、ちょっとあの会場にね面白い方来てらっしゃるんで最後もう一つ質問しときたいなと思うんですけど、すいません、あの一番奥なんですけど、堀口コーヒーの伊藤社長に来ていただいてまして、あの弊社 の, あのデザイン担当させてもらってるんですけど、スペシャリティコーヒーで日本のパイオニアのブランドで堀口コーヒーというのがありまして、実はこの度場を作られまして、新しくです工場を作られたんですね。で、まあ結構大変なプロジェクトで無事立って今オープンしてっていうところなんですが、多分あの伊藤社長からするとこの初めてきちんと自らの手で全部を作り上げるみたいなご体験をされてたと思うんですけども、で単なる製造拠点じゃない何かを期待されて作ってらっしゃったように思って、なんか今のお話とか聞きながらどういうふうにあの場を今後していきたいなとか、なんかそういうのありますか。あ、皆さんこんばんは、伊藤です。まあ、西澤さん的なというかあのエイトさん的な言葉遣いで言うと、まあ、ブランドのを体現する資産というふうに私は考えていて、うんうん、でそれはあのやっぱり閉ざされた空間ではなくて、うん、やっぱり人にあの来ていただく、でその人っていうのは単純にお客様だけじゃなくて、うん、私たちにあの原料を供給してくれる外国の、まあ、コーヒー生産国の生産者もそうだし、うん、それから、あの近隣に、まあ、住んでたり働いてる人にも来てもらって、うん、まあ、身近にあるコーヒーだけども、まあ、こういうふうなあの、まあ、背景というか、うん、で作られてるんだなっていうのを知ってほしいなというふうに思いますね、うんうんうん、だから、まあ、コーヒーに関するこう 知識とか、まあ、知のこうなんていうか、をあそこで得られたりとか、うん、あるいは外部からそこに持ち込まれたりとか、そういう場にしたいなとは思っています。うん、なんかあの会社を経営してたりして自分でオーナーシップ、まあ、移動社長もそうだし僕もそうだし、まあ、ここ3人全員そうなんです。自分でその場を構える意味みたいなのを最後ちょっと一言ずつ、まあ、場とは何かではないですけども、自分で場を持つのはなぜなのかみたいなのをまあ一言ずつ言ってちょっとあのこの場を締めてみたいなと思うんですけども、まああの続きはね懇親会の方が今日はメインなんで、後でマジもう本当今日はねゲストの方がめちゃ面白い人いっぱいいるんで、ぜひ名刺いっぱい紹介ごめんひどいかいや本当ねつながった方が面白い。いやなんでまあちょっとあの僕が締めてもしゃあないんで、この順番でね、僕自分の場を持ったその体験談僕から行きたいなと思うんですけど、僕はあの結構やっぱ建築出身なんで単純に建物好きなんですよ。もう本当に好き、単純になんで不動産投資とかも平気でやるし、あのいくつも物件持ってます。でそういう中で単純に投資とは違って、自分のオフィスとか自分の自宅とか自分の別荘を構える理由っていうのはなんて言うんですかね、アンカーな感じがして、うん、で一回自分にぐさっとその僕にとってのバーっていうのは人だけじゃないんですよね。あのその状況とか周りにある自然環境とか、まあ、近隣のうっさいおっさんとかも含めて全部背負いたいと思ってて、そこにアンカーいくつさせるかが結構楽しい。で多拠点を意識してるわけじゃないですけども、アンカーしょえばそうほどなんか自分の中で、違う空間が構築されている感じがあって、なんかちょっと変な言い方なんですけど、ここの空間っていう意味じゃないですか。なんか脳内の中の空間ができてきて、なんか西沢ワールドじゃないですけども、自分の場っていうのはいくつもあるアンカーの集合体なんだなっていうのは最近ようやく、初めは単純に好きで集めてたバーだったんですけども、あのいっぱい集まってくることによって違ういっぱいのさらにバーみたいなのがある感じがして、今はそれを思っか何と言っていいかよく分からないですよ。探求中なんで場にこだわって、僕はいっぱい集めたいなっていうタイプの人ですね。僕
は、はい、僕はですね、なんだろうな、僕はやっぱりこう自分の場所はそれはつまりいじれること場所なので、うん、自分で使いながらいじるのが、まあ、好きをもう好きなのでやってます、うん、あとはまあそういう場所は行ったら誰か知り合いがいるっていうのももちろん結果としては起きやすいんですけど、うん、もう本当に断熱材とか貼ってても全然疲れないみたいな、もう楽しいんでもうフェイスブックみたいに分かりますわ、ね、だからまあそういうのがまあやっぱ楽しいから自分の場所を持ってるって感じですね。だから結局は僕は多分人の場所を作るほど のモチベーションは高まらなかったんですよ多分。だから建築家には向いてなかったんですけど、うん、自分の場所は作りたい、あ、うん、いつもおっしゃってますよね、うんうん、なので、あ、結果としては何箇所か自分の場所を持ってそれをコツコツ手を入れていければすごい幸せだなって思います。うん、はい、最後大鳥谷さんなんで持つんですかね。ちょっと僕もたくさん欲しいので、うん、僕は多拠点にしようと思ってるんですよね、でもなんかそれはやっぱり僕人がすごい好きなので、自分以外は自分にない才能をみんな持ってると思うんで、うん、だからそれを知るためには会う場所がいるじゃないですか、うんうん、だからそれをじゃあ、まあ外のお店でもいいんですけど、うん、でも自分たちで場所がたくさん持てれば、うん、それぞれの場所にそれぞれの個性やそれぞれのなんか考えがあるわけで、うん、なんかそこに出会えるためになんか場を増やしていってる感じがしますけどね。うん、うん、まあ、それで、まあ、一番何がやりたいってやっぱ成長したいんですよね、うんうんうん、やっぱり自分がどこまで何ができるかを試したいというか、うん、なんかそれのために、まあ、場所を作って人に会うっていうことをやろうとしています。ああ、成長はすごい分かる気がする。なんか知らないことを知るのがなんか面白い感じがする、はい、知らなかった場を抱えるとか、なんか結局、うん、自分の能力がないってことがよく分かったんですよ。例えば今設計事務所やってて、うん、スタッフがみんな CG 作ったり模型作ったり図面描いてくれてて、うん、今一人の事務所になって、うん、模型や CG 作れって言われても、うん、できないんですよね。ああ一緒ですわ、もうフォトショップ使えないですだから、うん、何もできないんだなと思って、うん、一緒そのためには外付けハードをいかに増やせるかがこう自分の人生を決めるので、うんうんうん、じゃあいろんな人がたくさん一緒に入れて、うん、みんなが外付けハードを会えたら、うん、すごい幸せだなと思って、だから、まあ、場を作って人に会える環境作りがしたいって感じ、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。今日の会はそんなあんまり場とはこれだみたいな結論はつけずに、続きは皆さん後のお楽しみでという大懇親会の中で場とは何ぞやみたいな話をそれぞれでしていただければなというふうに思います。初めての会でなかなか進行も至らぬ点が多かったと思いますけども、今日は場とデザインという、まあ、トーク1回目これにて終了させてもらって、この後は懇親会で楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。